だから言いたくなかったんだ。お前の話は親父から聞いている。お前も見た目で判断しないことだな。戦場ではそれが命取りだ。困ったことがあったら何でも私に聞いてくれ。いつでも弟子にしてやるぞ。挨拶は済んだか？貴様らにはこれより二部隊に分かれて防衛ボランティアを遂行してもらう。マティアスとベアトリーチェは私についてこい。敵部隊を攻撃する形で迎え撃つぞ。今回のレムリア・パノプティコンの裏には砲雷がいる。ネズミ一匹侵入を許すな。ボランティアはすでに発行してある。準備が整い次第出。使用の権利にない色の使用は認められません。使用の権利にない色の使用は認められません。権利価格にて権利を獲得してから使用するようにしてください。それではレッツゴーゲン。ここを突破されれば防衛線が崩壊する。絶対に死するぞ。無駄に支援を費やすよりも少数精鋭の方が都合がいいこともある。なんだ、エルが心配か。安心しろ、こう見えても十分戦い慣れしてる。波のトガ人に遅れは取らない。まあまだまだ甘いところも多いがな。
他の場所は大部隊で守ってるのに、どうしてここは私たちだけなんだ？ん？なんだ？まさか、私の心配をしてるんじゃないだろうな。人の心配をする前に自分の心配をしろ。足手まといにならないようにな。そろそろ来るぞ。気を引き締めろ。敵対勢力の反応を感知しました。敵対勢力を殲滅してください。間もなく帰ってきちゃう。損壊率、規定値を突破。重敵発動を停止します。現在、ダメージにより機能停止中。回復を要請します。回復大丈夫か。修復完了しました。ボランティアに復帰します。敵増援、接近中。間もなく回撃します。へい！蹴散らすぞ！ヒール付け！間もなく回避します。蹴散らすぞ。任せとけ。かかってこい。接近中、間もなく回避します。もう大丈夫。えい！よいしょ。蹴散らす。俺が相手だ。任せておけ。速やかに排除してください。
だ。
ボランティアを続行してください。苦悩してこい。元気出しな。